はい、どうもこんにちは。セブンナイツゲーム動画です。まもなくクリスマスということで、まあ、ゲーム内の BGM もそれっぽい感じになってきましたね。で、今日はですね、まあ、タイトルの方にも記載をしておりますが、セット装備超強化週間ということで、まあ、セット装備の方をバンバンね、強化していこうかなっていうふうに思っております。ちょうど解放石のガチャがかなり緩くなっているということで、追加ボーナスの部分が、通常または高級解放石の確定になってるんですかね。かなり緩いらしいんで、ガチ引いていこうかなと思います。で、動画なんですけど、2、3本連続で動画出そうかなっていう風に思っておりまして、この動画では多分解放石のガチャだけになると思います。で、今回のガチャの前に4000ルピーくらい実は引いてて、すでに今週ね引いてて、結構ね溜まってきてるんですよね。高級武器解放石結構溜まってきてて、10個か。で、今回多分4000ぐらいはガチャ回そうかなっていう風に思ってるんで、本当はね、もっと回そうかなと思ったんですけど、まあまあ、とりあえず一旦はね、4000ぐらい回そうかなっていう風に思ってます。で、結構今までね、高級武器解放石使って30個か、40個ぐらいかな、使ってきたんですけど、なかなか運が悪くて、まあ運が悪いんかな。多分みんな、もしかしたら同じぐらいなのかもわかんないですけど、結構失敗してて、結局物理武器の1本ね、物理武器1本、スロットが1スロットだけ 4% ついただけみたいな感じなんですよ。だから今最高便賞89なんですね。で、これ最高便賞89だとアリーナやっぱり結構きつくて、マスターさんとかはまあ普通にいけるんですけど、マスターにもいけるかな。ただそれ以上上になってくると本当に勝てないんで、さすがにちょっと、セット装備強化しないといけないかなっていうことで、今回ね、ガチャが緩くなったっていうことなんで、強化していこうかなっていうふうに思います。で、この動画では、解放石のガチャだけになると思うんですけど、セット装備自体は、来週のメンテで、日本オリジナルキャラの、多分カグラが実装されると思うんで、そのカグラの武器が魔法武器なのか物理武器なのか、まあ、どっちなのかによって、まあ、どっちのセット装備を強化するのかを決めたいと思います。なんで、そこで決めて、実際に高級武器解放石使っていこうかなと思います。で、その前に防具とか、緑宝石とかはね、普通に、強化できると思うんで、別に来なくてもね、強化できると思うんで、まあそこは、先にセット装備強化していこうかなと思います。でも、青宝石とか赤宝石とかも正直いらないんですけどね、ガチャ引いたら勝手に出てきよるんで、こいつら出てきたらもう完全に外れですね。また通常の赤青は、合成してね、高級武器解放石とか狙えると思うんですけど、もう高級になっちゃうと、もう合成することもできないしね。まあ、攻撃力も防御力もまあ重要なんで、絶対必要だとは思うんですけど、もう結構宝石自体は揃っちゃってるんで、まあ今更、その数増やしてもなっていう感じもするんでね。まあこいつらは高級だけ残しといて、まあ後々なんか必要になってきたら、まあ使うっていう感じですかね。で、通常の防具宝石は、これはまあ使えるよね。HP550 やから。これはまあ使えるかな。で、武器解放石は、まあ今更便所3ついてもしゃあないしなっていう感じもするんで、まあ、あとまあ緑宝石は普通に使えるね。だこの辺はまあ基本的に、まあいらないやつは、基本的にもう合成しちゃって、高級武器解放石狙って、まあとにかく便所4の武器を、まあ一本でも多くね、作っていきたいなっていうふうに思います。はい。近況報告はね、もうこれぐらいにして、装備ガチャの方実際に引こうかなと思います。で、まあずっとね、全部装備ガチャのところをね、全部見せても、すごいめっちゃ長いと思うんで、まあある程度、まあカットカットで、結果的にこうなりましたみたいなところだけ見せれればいいかなっていうふうに思います。はい。で、とりあえず引いていきたいと思います。結構まあ、事前にさっきも引いたって言ったんですけど、結構出てまして、うわ、言ったら全然出へんや。これもね、装備のね、枠もめっちゃきつくなってきてるんですよね、最近。まあ、最高便所のやつもね、もうトパーズで、まあ、買えるようになってきてるんで、もう正直、あ、出たね。正直もう最高便所のやつもね、もう合成しちゃえばいいと思うんですけど、お、防具か。まあ、これいいね。まあ、青と赤が出なければ、まあ、全然いいな。
そうそう、4つぐらいはね、普通に出るんで、うん、これ楽になってますね。たださ、多分これ、こんだけ緩くなったってことは、きっと多分次の、ああ、出たね。課金要素来るんでしょうね。お、出た、呼吸武器、いいな。こんだけ緩くなってることと、こんだけ、こんだけね、緩くなってるっていうことは、まあ次のね、課金要素が来るんでしょうね。おー、出た。もうめっちゃ出るやん。バンバン出ますね。うわ、いらん。いらん。この高級赤宝石も、なんか、違うやつとかにね、高級同士交換できればいいのに。めっちゃ出るなぁ。ほんま出るなぁ。3、4連続くらいで一瞬出てない？多分ペットとかもね、来るんじゃないかなっていう感じしますよね、やっぱね。もうみんな言ってはりますけどね。だからこれ、緩くなってるんちゃうみたいな気もしますけども。めっちゃ出る。めっちゃ出る。ただ、赤宝石が多分2、3個出てなかった？あ、緑はいい。これはいい。うん。はい、行ってきます。はい、動画し忘れて、ガチャ引いてました。10連ね。10連だけ引きました。4つ出ましたね。キャラはね、まあ、付けられるようになったじゃないですか。あの、アイテムのところの、キャラタブのところでね。また出た。ほんま出るね。ただ、これが武器解放石とは、ほら、限らへんもんね。青宝石やもんね。装備は未だに付けられないんですね。めっちゃ金や。めっちゃ金やけど、1つだけやね。一つだけっていうか、一つでも全然いいと思うんですけど。高級防具宝石か。まあ、防具は別に通常の宝石でも全然、宝石っていうか、解宝石でも全然いいけるんでね。HP550 で十分でしょ？お、緑宝石出た。ほんまによう出るな。めっちゃ出るやん。なんでこんな出んの？でもありがたいですけどね。これぐらい出るようになったら。でもあの、キャラか。キャラは預けられなかったんやけど、装備は預けられませんと。まあ正直装備は預けられなくてもね、結局あの、受け取りのやつがめっちゃめんどくさいんで、そうやったら別にね、まあこの仕様のままでもいいかなとかと思うんですけど、はい、ちょっと行ってきます。はい。じゃあ続きですね。装備枠もね、やっぱちょっとずつやっぱ足りなくなってきてて、正直あと200ぐらいね、枠追加できるようになってくれてもいいんですけどね。いや、全然足りないっすよ。うわ、2個一緒に出た。すごくないこれ。ほんまガチャ緩くなってるね。おーっと、武器と緑って。これはいいなぁ。めっちゃ出るやん。全然ね、もう装備の枠が足りなくて、毎回毎回この、セット装備周回の時ですら、超絶的にもうめんどくさいんで、もうちょっと枠増やしてほしいですね。お、緑宝石はめっちゃありがたいな。うわぁ、これ珍しい。逆に珍しいわ。それにしても気になるのは、ギルド戦の、防衛戦ってやつね。いつになったらあれ来るんかな。まあ、ギルドの防衛戦もどんな仕様になるかわかんないですけど、まあ、領土争いみたいになったら、例えばもうその、ダークナイツ軍、VS、セブンナイツ軍みたいな感じで分かれて、領土争いみたいな感じになったりしたらね、まあ、面白いっちゃ面白いし、まあ、一方で、めんどくさいと。余計に縛りとかきつくなって、めんどくさくなるんじゃないみたいなね。あ、2個出た。まあ、意見とかも多分あると思いますよね。その辺は手軽にやりたい人と、まあ、もうちょっとね、コアにやっていきたいっていう人の、やっぱ差が激しいところもあると思うんでね。手軽やからこそ面白いっていうのもあると思うし、まあ、一方で手軽すぎると、まあ、やることなくなるやん、みたいなところもあるし、まあ難しいっすよね、正直。多分全員のその、なんていうのかな、要求に応えるっていうのは、なかなか難しいんちゃいますかね。やっぱり。
だその辺はまあネットマブもそこそこ頑張ってると思いますよ、やっぱりね。ただまあバグ出しまくるっていうのはね、まあ話にならないと思いますけど、まあ最近バグもそんなに、このセット装備のね初めの時以外はそこまでまあ出さなくなってきたんでね。まあリミテッドアリーナとかもまあ面白いっちゃ面白いんですけど、まあなんだろうな、そのメインコンテンツとして出しちゃうとやっぱ飽きてくるというか、結局特化キャラになった、なっちゃってるじゃないですか。だからその辺がまあ微妙っちゃ微妙ですよね。だどうせやったら大会みたいな形式にした方が良かったんちゃうかなっていう、まあ、ね、1ヶ月に、1、2ヶ月に1回ぐらいとか。でもそれもね、新しいコンテンツ追加すればいいっていうもんでもなく、レジェンドマッチってどうなったみたいな。レジェンドマッチも修正するって言ってたのに、なんかもう結局全然ね、修正する気配すらないですよね。マルチレイドもそうやけど、まあもうマルチレイドはね、もう今更いつものごとくね、カットを挟むと、カットっていうか一回動画を切ると自分が何喋ってたかもわからなくなるっていう、喋らんでいいんちゃうみたいな。別にガチャ動画にね、別に声つけてもしゃあないやんっていうのもあると思うんですけど、まあ、僕あまり実況とかにあんまりそのこだわりなくて、まあ別に喋らなかったら、そう、喋らなかったら喋らなかったで文字つけときゃええやんみたいな、そういう感じなんですけど、あ、出た武器。なんですけど、まあ編集するのがクソめんどくさいんで、編集するのがちょっとめんどくさいんで、まあ口で喋る方が楽っていうのが正直ありますね。赤宝石か。でもこれ結構出てんじゃん。ね、出てるよね。あれ？いくつやったっけ ?6300 ぐらいやったっけ？あれ ?2000 ぐらい引いてんのか。今どれぐらいになったんやろ。いや、これ結構出てますよね、多分。出てると思うけどな、結構。2000ぐらいで？あ、でも高級武器4つか。でもなんか緑めっちゃ増えた気がする。そこそこ出てますよね、やっぱね。これまあ後でちょっと見返してみたいと思いますけど。いや、これ結構出るね。2000で4つか。武器ね。武器解放石ね。高級の。もう悪くないですね。はい、続きいきましょう。ちょっとこれ、引くのがしんどいな。ここまで来ると。ここまで来ると、ちょっと引くのがしんどくなってくるね。おっと。で、こっからまあ、いらない通常の宝石を、通常の解宝石を、まあ、合成して、高級武器が出れば、おっと、また出た。いや、これ結構出ますよ。とは言ってもね、まあまあ、2000で4つ出たって言ってもね、4つなんか普通に全部失敗しますからね。まあ2段構えやからね。ガチャが出て、ガチャから解放石が出て、そっからまた、スロットのガチャじゃないですか。ね、武器の。まあ、緩いのかどうなのか正直わかんないところですね。ただ、レアはまあそこそこ出るね、やっぱりね。レアっていうか高級。まあ、こんだけ引けば、一つのまあ、指針みたいになるんちゃいますかね。まあ、なんやろ。偏りがね、セブンナイツの場合、偏りがひどいんで。まあ、僕もそこそこいろんなゲーム、してきましたけど、多分、セブンナイツみたいに、ぐらいに、偏りが多いゲームも、まあ、少ないんじゃないかなと思いますね、正直。まあ、でも最近はかなり、まあ、それでもね、まあ、緩くなってきてるしね、いい方向になってるとは思いますけどね。
だセット装備のねやっぱインパクトがでかすぎて、まあ、人がかなり減っちゃってるっていうのはあると思いますけど、赤青いらんて赤青はいらんな。キャラとかはね、まあ、配布も増えたし、まあ、そこまでね偏りなくなってきたんで、結構まあ妥当になってきちゃきたって言えば来たのかな。まあそれでもね他のゲームに比べると、まあ厳しめっちゃ厳しめだと思いますけどね。なんだかんだこの解放石がまあこれだけ緩くなると実際装備も作りやすくなってくると思うんでね、通常の解放石でも十分まあ作れるっちゃ作れるじゃないですか。だから、まあ、無課金の人にとっては正直いいのかもしんない。うん、でキャラ優先するよりも多分僕は普通に今回の解放石のガチャ引いた方がいいんじゃないかなと思います。多分あの月間週間とか月間週間毎日クエストとかでもまあ手に入るんでね、別に引かなくてもいっちゃいいんですよね。そういうレベルな通常の解放石ならね、まあ、2個出た。わあ、うわあ、はいはいはい、まあ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 赤宝石はあかんけど、また2個出た。今回の新キャラのカグラの声優さんはゆかなさんなんですね。まあ、僕そんなにアニメはマイナーなアニメはあまり知らない方で、まあ、メジャーなアニメは結構知ってるんですけど、マイナーなアニメはあんまり知らないんですけど、まあ、そんな僕でもゆかなさんは結構知ってますね。うん、あのテイルズシリーズってあるじゃないですか。まあ知ってらっしゃる方いるかどうかわかんないですけど、僕結構あのテイルズシリーズ好きで、まあ、全シリーズほぼやってるんですけど、テイルズオブジアビスかなのティアっていうキャラで出てはった方でね、それは結構クール系のキャラだったんですね。で、もう一つは、めっちゃ昔のアニメなんですけど、フルメタルパニックっていう、アニメの中で、テレサ・テストラッサっていう、まあ、主人公が相良宗介っていう軍人なんですけど、その軍人の所属する、まあ、組織の、一艦長の大佐みたいな感じで出て、来てたんですけど、まあ、結構かなりゆるキャラなんですよ。だから、まあ、ゆるキャラもできるし、まあ、クールなキャラもできるし、うん、どんなキャラ付けでもねいける声優さんなんで、いいと思いますね。もう2個めっちゃ出るやんか。わー、宝石なん。もうこれハズレみたいなもんやからね。これやったらまだ通常の解放石の方がマシやったりするから。どれぐらい引いたんやろ。3500か。6000、それでもあんま引いてないね。2800ぐらいかな、まだ6300ぐらいやったと多分思うから。もう結構出てますねやっぱね。うん、まあ偏りがひどいんでね、これを参考にして引かれて全然出えへんやんって言われてもごめんなさいっていう話しかできないんでまあ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 自己責任でね引いていただければいいかなと思います。ただ結構出ますねやっぱね。ていうかまあ少なくともこの通常の解放石これだけ出たら普通に楽しめるんちゃいますかね。マスター3ぐらいまでやったら普通にいけるようになるでしょう。めっちゃ出るやん。 1,2,3,4,5,6 普通に即始めた人でも別にそんなにセット装備自体は手に入りやすいんでね、トパーズ。あ、とりあえずセット装備は、最初の印象が強すぎましたね。きついっていう、まああれだけきついっていう印象を与えてしまうとやっぱユーザー減るよね。
ただ実際課金をさせるには最初はやっぱり激絞りして、もういっぱいお金をこう投資してくれる人にやっぱり引いてもらうと、でそれがだんだんね、まあみんな結構そのいっぱい引いてくれる人が引き切ったら、じゃあ次は中間層からまあお金もらおうかと。さすがにね、1個しか出ませんみたいな高級、800,000 とか宝石じゃない、ルビー使って引いて1個しか出ないとかだったらさすがに誰も引かないと思うんで、まあある程度行き渡ったんでね、引き終わったんで、まあ中間層にも引かしてやるかみたいな、なんやねんっていう感じなんですけどね。まあそこは課金者の特権なんでしゃあない話だとは思いますけどね。でまたね、まあそれぐらいのやっぱ特権がないと、まあ課金者の人も泣いてしまうんで、まあ仕方ないところだとは思うんですけどね。だその辺のバランスが本当に難しいよね、その課金のゲームっていうのは、アイテム課金のゲームっていうのは。定額課金のサービスはね、本当にもうそのゲームのバランスだけ考えてればいいんで、まあある意味やりやすいんですけど、課金ゲームっていうのは、まあ、アイテム課金した人のやっぱりそのモチベーションを下げちゃいけないっていうのがありますんでね。じゃあ課金してない人たちのモチベは下げていいんかっていう、まあそういう議論もあると思うんですけどね。まあそこが難しいんですよね、やっぱね。ソーシャルゲームっていうのは難しいですね。まあだから、まあその辺のバランスはね、やっぱ外部がね、どうこう打っても、仕方ないんでね。やっぱ一番分かってるのはマーケティングできてるネットマーブルだと思うんで、まあ基本的にはネットマーブルに任した方がいいんですよね。一番バランスが分かってるはずやから。ただまあね、そのバランスがいつもなんかもうへんてこやみたいなのありますけどね。いやこれ結構引いたんちゃう？6300やから、2300残せばいいのか。4000っていう意味で言うと。まあ、ちょっと動画もあまりにも長くなるのも嫌なんで、とりあえずまあ4000ぐらいで一旦止めますね。武器解放石これ20個いかへんかな。まあ、トパーズで交換できたりもするんで、まあ、これだけちょっと長くなると、まあもしかすると動画をね、パート1、パート2って分けてるかもしれないですね。ガチャ動画だけで。あんまりこう、容量が大きいとね、そう、移動するときにほんと大変なんで、まあそれ撮影環境の都合上でしかないんですけど。はい。まあとりあえず、あと2回ぐらい引いて、この動画終わりますかね。もう結構出たんちゃいますかね。結構出ましたよね。言うて出たと思いますよ、初期の頃がねほんときつすぎたっていうだけかもしれないですけど、ほんとあれ800か1000引いて、まあ高級武器1個出たら A4 みたいな感じだったんでね、まあかなりあの緩くなってるのは緩くなってると思いますね、めっちゃ緩くなってると思う。ほんと1回か。はい、おはい、じゃあラストいきましょう。もう引くだけで疲れたわ。おお、最後全部金や。すごいな。まあでも、真ん中だけか。武器来い！武器！緑か。まあ緑でもいいな。なかなか良かったんじゃないですかね。いや、結構出ましたよ。高級武器16個。あれ？最初何個ぐらいだったかな？まあちょっと動画見返してください。何個ぐらい増えたかはね。いや、結構増えたんちゃいますかね。ていうか、通常の武器解放石100個に到達しようとしてんやけど。こうしてみるとやっぱ、あ、でもこうしてみるとやっぱ、そこそこなんかみんな平均的に出てますね。通常の解放石全部、
まあ武器解放石はちょっと多かったんで、赤もそうかな。そう考えるとまあそこそこなんか均一に出てる感じですね。まあとりあえず高級武器のやつはトーパーズ、あの閃光のやつ、交換のやつも全部使うんで、まあ5つプラスされると。でまあイベントでいくつか多分もらえると思うんで、あ、しまった、俺今日あの解放石のあの高級解放石もらえるやつのイベントやってないわ。マジか、1個取り逃したな。まあいいや、とりあえずまあこんな感じで、まあもうちょっと引くかどうかは決めたいとは思うんですけど、まあまあとりあえずこれで、うん、とりあえずは一旦これで終わりたいと思います。はい、まあ、ちょっと動画としては、うん、パート1パート2に分かれてるかもしれないですけれども、うん、終わりたいと思います。またね、神楽が来ましたらセット装備、まあ緑宝石とか青宝石に、防具宝石のやつは先に出そうかな。うん、関係ないもんね、それは。だそれは先に出すかもしれないですね。なんでまあ、動画ちょっと多分連続して出すと思うんで、まあ興味がある方は、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、どうも今日はありがとうございました。失礼します。